今回の動画は新たな Apple Watch の定番アプリになりそうなアプリを紹介したいと思います。日本語対応していないアプリで、かつちょっと使い方に癖もあるので、マニアックというか上級者向けのアプリにはなるんですが、これを使いこなすと Apple Watch の使い勝手がかなり向上すると思います。その新たな定番アプリなんですが、これ、WatchSmith というアプリです。どんなアプリかというと、Apple Watch のコンプリケーションをカスタマイズするアプリなんです。といっても、それだけの説明じゃちょっとわからないと思うので、実際にアプリの画面を見ながら説明したいと思います。アプリを開くと、こんな感じで Apple Watch のコンプリケーションの一覧が並びます。それぞれどの文字盤のどの位置に表示されるコンプリケーションかというのが、ここの画像にも出ているので、どのコンプリケーションかというのはわかると思います。文字盤の種類が少ないシリーズ3以前のモデル、これをお使いの場合は、こっちのタブ、シリーズ1、2、3、タイプスっていう、こっちから選ぶ方が探しやすいと思います。で、カスタマイズするコンプリケーションをまずは選びましょう。とりあえずこのインフォグラフサークルを選択してみましょう。インフォグラフ系やメリディアン、カリフォルニアで使える丸いコンプリケーションですね。これを選ぶと、こんな感じで真ん中にデフォルトのコンプリケーションが表示され、その周りに時計のようなデザインが表示されています。このデフォルトをタップすると、コンプリケーションの種類やデザインが選べます。詳しくは後ほど説明しますが、ウォッチスミスのすごいところは、この時計みたいなデザインのところ、ここですね。ここをこんな感じでなぞると、色が変わりますよね。ここにも別のコンプリケーションが設定できるんです。つまり、一つのコンプリケーションを1時間単位の時間区切りで内容を変えることができるんです。例えば、朝起きてから出かけるまでは天気を表示して、仕事中はカレンダー、日付を表示。帰る頃にはアクティビティを表示して1日の運動量を確認して、夜が近づく頃にはバッテリーの残量を表示で、夜寝る間は何も表示しない真っ黒のブランクにしちゃうと、こんな使い方ができるんです。例えばシリーズ5をお使いの方だと、インフォグラフ系は常時表示でバッテリー消費が激しいし、常時表示で常に文字盤が見えているので、見た目がシンプルで綺麗なカリフォルニアを使っている人多いと思うんですけど、見た目はすごくいい文字盤なんですが、コンプリケーションが一つしか表示されないんですよね。これを不便と感じることがあると思うんですけど、このウォッチスミスを使えば、文字盤を切り替えることなく、コンプリケーションが自動的に切り替わっていくんですよ。他にも、インフォグラフモジュラーやインフォグラフコンパクトのこのでっかいコンプリケーション。情報の表示量が多くて使い勝手はいいものの、一つのアプリで画面を占有してしまうので、状況に応じて複数の文字盤を切り替えている人は多いと思います。こういう場合も一つの文字盤で時間ごとに切り替えることができるんですよね。これ Apple Watch をお使いの方なら便利さ分かってもらえると思います。ちょっとすごくないですか？僕は結構同じ文字盤のコンプリケーション違いを複数並べて切り替えて使っていたんですけど、このアプリを使えば自動でコンプリケーションの中身だけが変わるのでシンプルに使えますよね。これは本当に便利ですごいアプリだなと思います。アプリの詳しい使い方なんですが、先ほど簡単に説明した通り、まずはコンプリケーションの種類を選択。で、デフォルトのコンプリケーション、時間ごとのコンプリケーションをそれぞれ設定していきます。時間はこうやって時計の中をなぞると追加できます。あとこのプラスアイコン、これを押して追加もできますし、この黒い丸、ここをドラッグすると、こうやって時間を変更することもできます。いらない枠があれば、1回選択してから右上のゴミ箱アイコン、これで削除することもできます。こんな感じでコンプリケーションの枠をまず決めていきます。続いて各コンプリケーションの詳細設定をやっていきます。まずはスタイル、何のコンプリケーションかというベースの部分ですね。例えばデート、日付ですね。それからタイムは現在の時間。あとはカレンダー、アクティビティ、ウェザー、天気ですね。タイズは潮汐情報ですね。潮汐情報の仕方、僕正直あんまりよく分かってないんですけど、天気予報も潮汐情報も日本の情報がちゃんと表示されます。それからアストロノミー、これは天文情報ということで、日の出日の入り、月の出月の入りといった情報のほか、月の満ち欠けの画像とか、スターフィールドっていう星空の画像、こういったものを表示することもできます。あとはタイムゾーン、世界時計的に他のタイムゾーンの時計を表示することができます。それからバッテリーはアプローチのバッテリー残量。最後のブランクは空っぽ、ただの色を置くだけの何も情報表示のないコンプリケーションにできます。
で、さらにコンプリケーションごとに文字のフォントや色、ちょっとしたデザインなんかも変更することができます。コンプリケーションの種類によって設定できる内容は違います。色に関してはもちろん文字盤のカラーの影響の方が強く、あくまでマルチカラーで使える場合の色を設定するというイメージですね。天気予報の場合は天気予報のコンプリケーションごとに場所の情報を入れることもできるので、天気予報は天気予報だけど時間ごとにロケーションが違うなんていう使い方もできます。これも自宅周辺、職場周辺など時間によって切り替わるとめちゃくちゃ便利ですよね。という感じで設定が終わったら右上のセーブ、これで設定完了です。あとは Apple Watch の文字盤でコンプリケーションにウォッチスミスを設定すると、スケジュール通りにコンプリケーションが切り替わってくれます。基本的にはコンプリケーションで情報を表示するためのアプリなんですが、このコンプリケーションをタップするとアプリが起動します。このアプリも何気にいろんな機能が入った便利アプリで、ワークアウトは運動の記録、ワークアウトの種類もいろいろ選べますし、こんな感じで純正のワークアウトに似たレイアウトで普通に記録を取ることができます。インターバルトレーニングとかスイム、水泳にも対応しています。それからウェザーは天気予報、フォーキャスト、天気予報やレーダー、雨雲レーダーを見ることもできます。直前の1時間の雨雲の動きをアニメーションで見ることができます。天気予報も時間ごとや週間予報など結構使えますね。それからヘルスはアクティビティや心拍データの確認、ボックスブレッシングっていうのは独自の呼吸アプリですね。純正アプリにあるものばかりですが、一つのアプリ内でコンプリケーションからアクセスできるっていうのはちょっと便利ですよね。それからカレンダー、連携しているカレンダーのイベントを見ることができます。こうやって画面を強く押すと表示するカレンダーの選択もできます。タイムゾーンは登録している都市の時間をまとめて見ることができます。さらにゲームではバウンスっていうデジタルクラウンで遊べる、こんなボールを跳ね返すゲーム、これが遊べます。もう一つのコンウェイズライフ、コンウェイのライフゲームですね。生命の誕生や進化、淘汰といったプロセスを簡易的にシミュレーションしたもので、プログラミングとか学んだことがある人なら一度は目にしたことがあるんじゃないかと思います。ゲームと言いつつこちらはただ眺めるだけですが、ライフゲームついつい見ちゃいますよね。こういうちょっとした暇つぶしまでフォローされています。最後のアストロノミーでは日の出日の入り、月の出月の入りを見ることができます。純正文字盤のソーラーやソーラーダイヤルみたいな感じですね。アプローチシリーズ5ならコンパス連携もあるので、実際の方角に合わせて太陽や月の動きを見ることもできます。こんな感じでとにかくできること全部詰め込んでみましたって感じですが、アプリの方もかなり充実しています。という感じのウォッチスミス、アプリが日本語対応していないのと、あとは設定が非常に細かい、時間ごとにコンプリケーションの見た目まで細かくカスタマイズできる分やることが多いので、最初ちょっと手こずるというか大変なんですけど、ちゃんと使うと凄まじく便利なアプリなんですよ。 Apple Watch はいろいろアプリを操作するというよりは、やはり情報表示デバイス、時計を見ると同時にコンプリケーションを通じて様々な情報をチェックできるっていうのが魅力としてあると思うんですが、このコンプリケーションの価値を最大限にブーストしてくれるアプリだと思います。これは本当に画期的なアプリですよ。ただいくつか注意点、気をつける点もあります。一つはいくつかのコンプリケーションが有料であるという点。例えば日付のコンプリケーションの一部のデザインや、結構最重要な天気関連がアプリ内課金で有料化しないと使えないんですよね。しかも買い切りではなくサブスクです。月額200円、年間登録で2100円なので、あまり高くはないですが、使い続ける限りは料金がかかるという感じですね。もちろん無料でも結構使えますし、月額がかかるのが天気予報、おそらく開発者さんからしてもサービスを提供するために利用料がかかる部分だけが課金要素ということで、非常に良心的だとは思いますし、機能を考えれば月200円なら開発者さんへの支援という意味でも僕は有料版で使っているという感じです。単純に天気を使いたいですしね。あとはこれはコンプリケーションの使用上仕方ないと思うんですが、ちゃんとぴったり時間通りに切り替わらないこともあるよという点ですね。これは Apple Watch の OS の使用上仕方ないというか、僕も実は Apple Watch アプリの開発にチャレンジしたことがあって結構苦戦したところなんですが、サードパーティーのアプリがコンプリケーションを使う場合、1日に更新できる回数だったり更新頻度だったり
結構制限があって、なかなかキビキビとコンプリケーションが更新されなかったりするんですよ。あとはバックグラウンドでアプリがちゃんと起動してなくて更新されないとか。その点ウォッチスミスはかなり精度は高いというか、普通に使っているとちゃんと更新されることが多いんですが、たまに切り替わりがずれちゃうこともあるので、そこはある程度の寛容さが必要ではあります。そして最後に、これも OS の仕様上しょうがないんですが、こんな感じでインフォグラフサークルとかインフォグラフコーナーとかコンプリケーションの種類ごとに設定していくんですが、このコンプリケーションの種類ごとに設定は1パターンしかできないんですよ。具体的にどういうことかというと、例えばインフォグラフモジュラーで下に3つ並んでいるインフォグラフサークルのコンプリケーション、これに3つともウォッチスミスを設定して、それぞれに違うデザイン、違う内容を表示するみたいなことはできません。コンプリケーション自体は3つ設定できるんですが、それぞれ同じ内容でしか表示することができないんですよね。さらに、例えばインフォグラフモジュラーとカリフォルニアのここにも同じ内容しか出せません。インフォグラフモジュラーのここにコンプリケーションを設定したら、カリフォルニアのここにも同じ設定、同じ内容のものしか表示することはできないんですよ。これはアプリごとに各コンプリケーションタイプに対して設定を行うという OS の仕様があって、コンプリケーションタイプが一緒なら文字盤が違っても内容を変えることっていうのができないんですよ。このコンプリケーションの仕様はウォッチスミスを使う上ではしっかりと理解しておく必要があります。という感じで、どうでしょう、ウォッチスミス、いろいろ注意点はありますが、それを踏まえてもなかなかの神アプリ、 Apple Watch の定番アプリの新たな一角になりそうなアプリじゃないかと思います。結構開発も盛んに行われていて、対応するコンプリケーションの種類も拡大していますし、設定できる内容もどんどん充実しています。その分どんどん複雑にはなっていくことにもなるので、ユーザーとしては大変なところもありますが、それでも使いこなすだけの価値はあるアプリかなと思います。個人的には設定がさらに大変になると思いつつも、曜日ごとの設定なんかも追加されると嬉しいななんて思っているので、その辺も今後に期待したいところですね。というわけで、今日の動画はウォッチスミスの紹介でした。アプリの内容が内容だけに結構詳しく説明した方がいいかなと思い、久しぶりにアプリを一つじっくりと紹介してみました。こんな感じでじっくり使い方を知りたいと思うアプリが他にあれば、ぜひコメントで教えてください。という感じで、このチャンネルでは Apple Watch に関する様々な情報を分かりやすく説明しています。今回の動画が役に立った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。というわけで、以上 Apple Watch ジャーナルでした。バイバーイ。